も一日お疲れ様です。どうも、エリカです。実はね、このようなメッセージが来て、ドッキリをやることになりました。まずはね、怖い演技するために、ここ見て、坊主にしました。私、怒る役なんだ、今回。で、エリカね、全然もう知らない人に怒ったことないから、初めてですね。じゃあ今日はよろしくお願いします。ちょっと練習してみますか。もしもし、こんにちは。あれ、あなた誰ですか？もしかしていたずら電話ですか？じゃあちょっとね、怖い演技やってみようと思います。じゃあ電話かかってきましたっていう設定で。はい、もしもし。はい、もしもし。もしかしていたずら電話っていうやつですか？あなた何なんですか？最近ね、こういういたずら電話っていうやつが多いんですよ。私怒ってます。はい、っていう感じでやっていこうと思います。怒るのあんまり慣れてないんで、全力で楽しんでいきます。スタンバイよろしくって。もう来ました。うん、やべえ。マジ緊張する。よし、スイッチ。あんた本当に何なの？マジで申し訳ないね。はい、もしもし。はい、もしかしていたずら電話ですか？え？いやいやいや、あなたマジ。いや、最近ね、そういうなんかいたずら電話っていうのが増えてるんですよ。はい、なんかね、最近毎日10件ぐらい来るんですよ。もう本当、何なんですか、マジで。もう、はい、はい。いやー、申し訳ない、本当に。もうね、めっちゃね、途中笑いそうになります。はい、はい、こんにちは。あ、もしもし、こんにちは。ドッキリです。いやー、ぶち切れて本当に、すいませんでした。概要欄に彼らの YouTube チャンネルが貼っています。それでは、次回の動画でお会いしましょう。皆さんの幸せを今日も願ってます。バイチャー。